はい。皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、3日で375万売り上げたキャンペーンのコツ大公開。その秘訣は、感情価格術。ということで、今日はお話をしてみたいと思います。えっ、ー、と、実はですね、ちょうど昨日なんですけども、あのー、夏のね、サマーセールキャンペーンっていうのをやったんですよ。 私にしてはあの売ったことがないぐらいの大幅値引きの,あの販売30万円ぐらいで売ってた商品を1万円で売るというあのめちゃくちゃインパクトがある内容であのサマーセールをやったんですよ。で、あのこの結果、えー、っと3日で375万なんですごいですよね、日給100万以上な感じ <laughs> になってるんですけれどもこれは安くしたから売れてるわけではないんです。 安い事情っていうのはもちろんあります。あるんだけれども、このキャンペーンをイベント化したっていうのが一番大きいところで、要はお買い物はエンタメっていう状態にしたっていうのがあの一番受けた要因だったんですねで。その考え方はこの本の感情価格術的な考え方になるので、それをちょっとね、あの皆さんにどういうふうに私が考えて設計したのかって、 いうことを、えー、とお伝えする、えー、動画になっております。はい。ではね、えー、とこちらの方画面共有でちょっと見せたいんですけど、あのー、キャンペーンは、うんまあ、月末ぐらいにやろうかなと思っていたんですよ。もともと7月って私の誕生日月だしうん、いろんな、ね、プレゼントとかを言うのに言いやすい月だったっていうのは間違いなくって、 それがあって、まあ、ページもこれ終わりましたっていうページなんですけど、まあ、こんな感じでですね、30万円だった商品、1万円ということで。で、途中ね、どんどんルール変えてってるんですよ、私。反応を見ながら。皆さんの反応を見ながら。で、それがやっぱりねエンタメ化していった要因なのかなと思って、まああの、ページ、申し込みはもうできないですけど、ページは見れるんで、あのその、ね、経緯とか、 いろいろこの動画とかで、ね、見ると多分わかると思うんですけど、それをね、見ていただければと思うんですが、あの、まず、きっかけじゃあ何なのって言ったのさっき言ったように誕生日好きで、えー、何かキャンペーンをやろうと思ってたんですよ。で、うん、あの、最近、AI が、 非常に注目をされていて、私、チャット GPT とかもよく使っているので、あ、これは教室業に使っていくといいよねっていうことで、来期の、まあ、今、たい半年先の仕事を私はだいたいやっていて、場合によっては1年先の仕事をやってるんですけれども、来期、新しく講座を作ろうと思った時に、まあ、AI を使った、要は楽になるやつですよ。皆さんが楽になる AI を使った講座を作ろうと思っていたんですよ。 でその講座を作るっていうことは、えー、と古い講座とかをやっている時間がなくなるのは想像ができる領域なんですよね。そうすると古い講座っていうのはただ私の手元に眠らしておくと、まあ、単なるどんどん朽ちていく古い口座になっちゃうものと。 えー、何年経っても、基本のベースは色あせずに、それをちょっとずつリニューアルしながらやっていくと大丈夫っていう講座があって、まあ、そっちの大丈夫っていう講座がリビング企業アカデミーっていう講座なんですけど、今回販売したのが、えっ、ー、と、オンライン講座を構築できるあの講座だったんですよ。ちょうどコロナ禍の時に作った講座、3年前の。 講座になるんですけれどもあの作った当時からみんながこれできるようになったらいらなくなる講座だよねっていうことで寿命がある講座として作っていた講座だったんですよ。でそれもいよいよまあ教えることないなぁとその時のね比較をした時の私は思ったのでじゃあであれば3年前の 動画になっちゃってるし、今若干アップデートも必要になってるけれども、一度もやったことがない人だったら必要な情報だよねっていうことで、まあじゃあ、あの、もう還元しようと。欲しい人いたら持ってけ、泥棒的な感じでね、あの、やることにしたんですよ。それで、まあだからキャッチとかも必要なんです。訳あり商品っていう名前にしました。30万円がだって1万円だって97%オフですよ。 怪しすぎないですか普通にね、思ってる。なんか裏があるって思われるじゃないですか。だから、ちゃんと裏があるって思うであろう気持ちに対してお答えしたんですよ。それは、まず3年前の講座だっていうこと。で、ズームと、うーんと動画制作と、あと会員制を作るっていう、そのオンラインの時に、 すごくいい話になってるものを特管工事で作った講座だったんで、ズームとかみんなできてるし、だいぶ動画も作れるようになったよねって思って、まあ、会員制できてる方は少ないんですけどね。要は自動集客、自動収益っていう私の基本ベースになる考え方を中心に設計したのが、まあ今回の講座だったんですよ。だから、まあ、びっくりするような価格じゃないと、 ななんか面白さがないよねって思ってイベント化したかったんでもうだってどう考えたって安いですよ30万円がだって1万円なんだもんもう1万円だったら文句なしにいいと思えば買えるでしょうだって12時間分ぐらいの動画が見れるものですからね。でここでやったのがその当時教えてた人と今回の人っていうのは決定的に違うのは。 私、ほとんどの人が勝手になんですけど、オンライン化できてると思ってたんですよ。だから、本当に情報弱者で、もう全然できなかった人を救ってあげようぐらいの感覚だったんですよ。だから、全然違うんですよ。3年前だろうが、その人にとって初めてだから、価値があるんですよ。しかも安い。若干遅れ気味ですけどね、世の中的には。 ところが、蓋を開けて販売をしてみました、やっぱり一応、個数限定の方が、ね、いいと思いましたからね、スペシャルだし。そしたら、まあ、あのやっ LINE の人とかメルマガの人を中心に優遇しますよ、やっぱり普段からね、聞いてくださってる、見てくださってる方で。っていう方を優遇しようと思って、あの明日た8時半から売りますから、タイマーセットしておいてくださいねって、30セット、ね、すぐに売れると思ったんですよ。 だからタイマーセットしといてくださいねって言って、ちょっとね、フォームの形式が、あの、事前に受付ができないっていう設定ができないあれだったんで、まあ、内容を見といてもらおうと思って。で、8時半になったらポッタンポッチしてもらおうって思って流したんですよ。そしたら、やっぱりね、皆さんね、あの、知ってた方がいいですよ。あの、いい、すごいっていう情報って、必要なとこしか人間って見ないんですよ。読まないの、ちゃんと。 ちゃんと読まないの8時半、明日からの8時半って言ってるのに、私が夜中に流したもんだから、もうね、30セットのうち25セットぐらいが始まる前に埋まっちゃってたんですよ。いや、これまずいよね、とか思って、で、実際に8時半になって売ったら当たり前ですけど、普通に個数がオーバーしちゃったんですよ。で、そのオーバーした時に、 うーん皆さんのね購入動機、今回なんでこれを受講したいかと思ったかっていうのを書いてもらってたんですけど私が想定外で驚いたのがやろうと思っててなかなか取り組めなくてい覚えたかった領域ですみたいな初めてやる、要はオンライン化できてない人がこんなにいないと思わなかったんですよ。これは私の中の中でできてると思ったからまあ 大放出で、まあもう古いしって思ってやることにしたんだけど、全然現役でも実は使えるような講座だったっていうのは後で分かったんですけど、でもいいんですよ。どの道、あの来年私これもうやらないって決めたんでね、リアルでは教えないって決めて。で、オンラインね、もちろん学んでもらって、 えととかそこに1万円だから手間をかけるつもりはもともとなかったんです、それだけでも成立するすごいいい講座だったし、質問を受けると結局、その私の時間使っちゃうことになるので、この金額ではできないと思ったんで、まあ、あのオンラインだったらね、もちろん変な話、いくらでも売ることできるので、であればって言って、急にルール変えたんですよ、あの期間内個数無制限ということで、それは皆さんのアンケートの状況であまりにもできてない人が多すぎる。 っていうことが分かって、その人たちには必要でしょうと思って、インパクトがある数字だし、拡散性もあるかなっていう、ちょっとした淡い期待です。はい。で、で、これやってね、発売と。完売したんですよ、だから10分で。で、そしたら、思いのほかオンライン化できてない人が、まあ、これ嬉しいとか、あとね、もう一つ分かったのが、私の講座、私をいろんなところで知ってくださっていて、こうやって、 YouTube、まあ、いろんなとこ最近あちこち顔出してるんですけどセミナーで会うあとはクラブハウスでとか、うん、インスタライブでとかいろんなとこ,ちょ,こちょこちょこちょこ顔出してるんでいつかは貴子さんの講座受けてみたいとただ私、私通常安くないんですよ、通常私がセッションもそうだし普通の講座もでそういう方には手の届かない内容になっちゃってたんでいつかはって思ってた人が一気に買い,買い始めたんですよ。 当たり前ですよね万万が万円なんだからで私っていう人を見てもらうっていうそのお試し商品最近作ってなかったんであの前は体験会とかもやってたんですけど最近そういうのも作ってなくてもう本当に必要な商品を必要な人に必要な時だけしか紹介しないで売ってたんであので商品買えない人が多かったんですよでしい嬉しい嬉しい,嬉しいみんなが言ってくれて買い始めてもう止まらないんですよあのなかなか。 あの売れていくのがですよであればもう3日間個数無制限にしてしまえって思ってもう皆さんが買いたいだけどうぞっていうふうにルールを変えたんですよねでここでのポイントはその一旦これ限定にしたけどじゃあ限定の人たち文句言うかっていうと文句言わない方法を考えたんですその後え先に申し込んだのにとかね でも、コス無ム制限にするってことは、よく頑張って先申し込んだのにっていう風になっちゃうじゃないですか。で、まずはね、コスム制限にしてみんなを救おうっていうふうに思いました。で、サマーカキャンペーンの概要ここでね、喋ってるんですよ。で、コスム制限にして、で、理由はそういうことだったっていう理由をね、ちゃんと説明してます。ルール変更っていうことでね。そしたら、今度は、拡散してくださいっていうルールに変えました。うん。 要は数量限定だと競争になるから私だけが知っててっていう風になるじゃないですかだって、ライバルですも、ね、ん、他の人ねだけど無制限になったらいいなと思えば救ってあげたい人知らせてあげたい人にどうぞっていうのはこれ、バイラルマーケティングって言われるいわゆる口コミは自分がすごくいいと思って損がないと思える商品とかだったら言いたくなるじゃないですかだって助けてあげたらオンラインできてなかったよね何とかちゃんとか言ってあげやすいじゃないですか。 だってたったの1万円だから、うん、でこれも本来税金のことを考えると1万1千円が正しい金額なんですよだけど1万円っていう方がポッキリな感じがあって言いやすいじゃないですか1万円ってだから1万円にしたっていうのもあってもし1000円、ね、プラスにしてたら数十万円とかあの売上アップしましたよしたけれどもそこじゃないんですよ今回の場合には伝えやすくて広がりやすくてインパクトの強い数字っていうと1万円なんですよ。 内容的には5万円とか3万円でも売れましたよ。総額の金額的にはもしかしたら同じくらいになったかもしれないですけど、人数が少なくなって。でも違うんですよ。広く今回はもう私を知ってもらう、私の講座の基本はこんな感じっていうのを知ってもらう風にしようということで、だんだん当初の目的を変えてってるんですよ。反応を見ながら。で、さらに今度100名突破したんですよ。そうこうしているうちに。 そしたら、100名も買ってくれるんだったら、まあ、単純に100万円じゃないですか。であれば、当初は30名だったから、まあそのまま売り切れ終わりにしようと思っていたんですが、3年前のものだし、やっぱりちゃんと教材使ってほしいなと思って、アップデート情報とか知識をちゃんと伝えようっていうふうに、途中で私の方針変換することにしました。で、幻のライブセミナーやることにしました。ということで、これ、 経緯がね、どんどん書いているんですけれども、えっ、ー、と、100名突破して1セミナー確定して、で、これみんながどんどん口コミで広げていくと、セミナーの数増やそうっていうルールにしたんですよね。うん。そうするとどういうことが起こるかっていうと、買った人1万円変わりません。お友達に伝えても1万円変わりません。だけど単純に、 人数いっぱいいっぱい買ってくれればくれるほどセミナーを増やしましょうっていうちょっと急に思いついちゃったんですけどなかなか面白い案だったなと思ってで 100, 100人突破これ何人にしようかは私がこれぐらい行ったら嬉しいよねみたいな最初ね祝福つけたんだ買ったんで505050 50 50 50って増やしてってそうすると買った人って動画を見ることができてでさらに追加追加でどんどん 自分たちとかいろんな人にね、言って買ってもらったりすると、それが別に変な商品だったら言いにくいじゃないですか。だけど、30万円だったやつが1万円だよって言って、しかも怪しくない理由があります。それは古いよって、まあアップデートはしますけどね。でもう一個は新しい講座を私作るために古い講座を捨てる。要は空きを作るっていうことにしたんだけれども、その古い講座から新しい講座にリニューアルする、新しい講座をお伝えする人、 が欲しいわけじゃないですか。私のことを知っていて。で、その人たちとしてそこにいてくれるといいなという明るい下心がありました。で、それもちゃんと書いてあります。明るい下心。そういうつもりがあるから。で、買うことは強制ではありません。見せるだけ欲しい人どうぞ。しかも優待で出しますよ。今回買ってくれた人はっていう、そういう流れにして、これ全部ストーリーです。感情的なね。で、どん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 こうやって、 何人突破すると、こういうセミナーやっていきますよって言って人数決めて。で、その都度その都度、えっ、ー、と、人数増やしていくと何セミナー確定。最終的に7セミナー確定しちゃったから、もともと得点で1セミナーつけますって言ってた。合わせると8個やることになりましてですね。で <laughs>、ね、この途中経過もう全部書いてあります。突破しました。なので1セミナー追加。1セミナー追加。ということで、もうね、イベント化とお祭り化しちゃったんですよ。 で、結局、あのー、途中途中何人になったらっていうのを全部 SNS。だから、この感覚を面白い、お祭りだって思ってくれる人はワクワク見てくれてたんですよ。で、これを嫌だ、うざいって思う人は当然解除されます。ライン増えた分と解除した分がほぼ似たような金額、あ人数になったかな。ネルマガはね、解除されてないですね。 LINE が何ぐらい解除されたかな、3日間でまあまあ流してるんですよ、キャンペーンなんで。だって途中経過をお知らせしたいし、だってどんどんみんなが知って、みんなに口コミをしてもらって、広がっていって売れれば売れるほどセミナー増えますからね、途中から参加した人でも、お得じゃないですか。こういう設計にしたんですよ、つまり誰も損しない設計です。私は私はでもちろん売れればもうかけますし その分で皆さんに還元できる。セミナーの時間とか、あとゲスト講師も呼べるなとか、いろんなことを考えたりとかで。皆さん皆さんで払ってるのは1万円なんですよ。だけど、人がどんどん買えば買うほど、えー、いい内容になっていくっていう、もうほぼゲーム化してます。で、途中から私、お祭りですって。お祭りだーみたいな感じでやったら、みんなが、そう。ごめんなさい。参加して、見ること自体が楽しいになったんですよね。どうなるんだろうワクワク、ワクワク。 ワクワクっていう感じでね。で、元々の講座の内容が良かったっていうのは間違いありません。安かったのも間違いありません。だけどね、ここまで広がらないはずなんですよ。広がった理由はお祭りにしたからです。私が。はい。これをどん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 人数に合わせて、だからゲーム感覚でみんな見てもらってるんですよ。え、何になるんだろうどうなんだろうね、どうしようかしらとかね、<laughs> こんなこと。で、途中も生々しく全部実況レポート。 あの、Facebook、LINE、メルマガって言って。まあ一番頻度高かったの Facebook なんですけど、で、あと LINE もちょいちょい流して、で、メルマガも。もうこの時にはだから、普段からどれぐらいお付き合いしてるかっていうのがすごく大事で、買ってくれてなくても、自分を知ってる人のリストというか、連絡先をどれぐらい知ってるかがすごい大事で、私メルマガリストもね、そんなに多くないんですよ。コンサルタントにしては。どれぐらいだろう ?6000 ぐらいでしょうかね。うん。 ツーコンサルタント3万とかね、10万とかいう人いるんだけど、その代わり濃いんですよ、私の方たちは。よく読んでくれてるし、私のステップメールとか。なので、すごいね、あの、私をすでに知っていて、いつか受けたいなっていう人が一気に今回ね、商品買ったんですよ。で、この商品を買って、すごい満足してくれたら、来期ね、どういう商品を提案するかわかんないけどしょ、紹介して買いたい人が買えばいいっていう、この感覚なんですよね。 で、途中から面白い現象が起き始めました。セミナーの内容もちろんなんだけど、参加同期。お祭りに参加したくて。ですよ。わ <laughs> かりますかこの感じ。感情価格術。1万円がお祭り参加チケット代になったんですよ。まあ、それでも結果として7セミナーなんで、1セミナー1000円ちょっとぐらいベルになっちゃいましたけどね。だから、あの、要は、 その商品、セミナーの価値をいくらこっちが一生懸命考えたって楽しい方がいいんですよ、やっぱお買い物ってエンタメなんでその仕掛けをしてあげられるかどうかっていうのが結構大事でそれをすることによって皆さんが楽しいね、お祭り参加したいからだから見たことがある人も買ってるんですよ、これその当時。だって特典ついてますからね。 はい、っていうことになって、相乗効果と、皆さんがすごい口コミで広げてくださったことで、結果、三百七十五人を三日間でセミナー買っていただいたんですよ。これ、大きいですよね。私の中でもともと三十名でスタートしている内容だから。ポイントは、どんどん皆さんと交流しながら、ルールを変えていってる。そして、誰も損しないように作ってある。でいやみんなが。 拡散をすればするほど得になるように設計した。これが広がった一番大きな要因です。で、私の方は私の方でこれで私を知ってくれる皆さんというきっかけを手に入れたので、これで無料ですけどね、まあ、講座やっていくじゃないですか。7回とか。で、その間に私を信頼してもらえれば、次の講座が、まあ、若干安くしますけれども、モニター価格でもね。 でも売れていく可能性が高いという、そういう未来に向かってまでの設計までしたキャンペーンだったので、あの、なかなかね、いい感じだなっていうふうに思いました。で、ポイントは感情です。皆さんがどう考えたら一番買いやすくって、しかも口コミしやすくって、広がりやすいかっていう、これ、これがね、メインだったんですよ。うん。 だから、あの、よかったらね、このページ見てもらうと、まあ、その生々しい経緯とかも分かるかもしれないんですけれども、その商品そのものの価値だけで勝負すると、じゃ例えばこれをつけてあげなきゃいけない、あれをつけてあげなきゃいけないだけを考えるかもしれないんだけど、買う人の心理も合わせて考えると、そういうマーケティングっていうのはうまくいくし、買う人の心理を考えなければ、どんなにいい商品作っても売れないケースがあるんですよ。 だから必ずお客様の心理は感情なのでそれと価格って連動します。で、さらに広がりとか、どんどんこう広がっていくね。内容を考えるときには設計です。はい。プロモーションの設計。でそのときにはもうみんながとにかく得をして文句を言わせず もう楽しく買う。だから、なんか、ただ買っただけなのに、すごい楽しくって満足感があるとかいうコメントいただきましたからね。それは、ライブ、エンタメを見てたからっていうことになります。はい。なので、これはすごい成功した例で面白かったんで、はい。あの、ちょっといろいろ私も学びが多かったんで、シェアをしてみましたで。最後まとめていきたいと思います。えー、3日で375万売り上げたキャンペーンのコツ大公開。 感情科学術、その秘訣とは一つ目、えー、キャンペーン、イベント、お祭り化する。みんなが楽しむ、ワクワクな状態にしていく。二つ目、えー、お客様が、うもを言わさず、買って得という内容で、えー、作り込む。で、三つ目、臨機応変にルールを変えていく。で、四つ目、ライブ、イベント化して、その軸は感情で決めていく。 これがポイントになりますので、ぜひご参考に何かキャンペーンとかやってみていただければというふうに思っております。以上になります。それでは。